ウエストナイル熱は、蚊によって伝播するウエストナイルウイルスによる感染症。感染症法では4類感染症に、家畜伝染病予防法において、馬の流行性脳炎として、法定伝染病にそれぞれ指定されている。ウエストナイルウイルスは、1937年に、ウガンダの西ナイル地方で最初に分離された。日本農園ウイルス、デングウイルスと同じ。 フラビウイルスかフラビウイルス属に属する。このウイルスは1937年にウガンダで発見され、1999年に北米で最初に検出された。ウエストナイルウイルスはヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア、北米で発生している。米国では年間数千件の症例が報告されており、 そのほとんどが8月と9月に発生している。アウトブレイクとなる可能性を持っている。馬に感染した場合は重度な症状となる可能性があり、ワクチンが存在する。渡り鳥の監視システムは人類にアウトブレイクする潜在的可能性を早期に発見するのに役立つ。感染者のうち80%は症状が現れない。潜伏期間は 通常2から6日、発熱、頭痛、咽頭痛、肺部痛、筋肉痛、関節痛が主な症状である。発疹、リンパ節が腫れる、腹痛、嘔吐、血膜炎などの症状が出ることもある。感染者の0.6から0.7%がウエストナイル脳炎を起こす。病変は中枢神経系であり、脳幹、脊髄も侵される。よって、 激しい頭痛、高熱、嘔吐、精神錯乱、筋力低下、呼吸不全、昏睡、不全麻痺、士官性麻痺など多様な症状を停止、死に至ることもある。また、網膜脈落膜炎も併発する。ウエストナイルウイルスの増幅動物は鳥である。鳥からの吸血時に、ウイルスに感染したイエカや、ヤブカなどに刺されることで感染する。 米国で感染が確認された鳥類は220種類以上に及ぶ。特にカラス、アオカケス、イエスズメ、クロワカモメ、メキシコマシコなどで高いウイルス血症を呈する。人同士の直接感染は起こらないが、輸血と臓器移植は例外である。スペイン語で西ナイルウイルスへの警告を呼びかけるポスター人用のワクチンは実用化に至っていないため、 ウエスト内ルウイルスの感染地域への旅行の際には事前の準備が必要となる。アメリカ疾病予防管理センターによればウエスト内ルウイルスに感染し重篤な症状に至るケースは特に50歳以上に多い。なお、馬用のワクチンは実用化されている。ウエスト内ルウイルス媒介化は都市に生息するかによっても媒介されるため日本にウイルスが拡散しても殺虫剤。 フェンチオンの航空散布という手段を取ることは効果的でない。特異的な治療はなく、対象療法が治療の中心である。ウエストナイルウイルスの分布圏、ウエストナイルウイルス自体は最初に発見されたアフリカ以外に、オセアニア、北、アメリカ、中東、中央アジア、ヨーロッパに広がっている。1990年代以降、感染者が報告されたのはアメリカ、アルジェリア、 イスラエル、カナダ、コンゴ民主共和国、チェコ、ルーマニア、ロシアである。アメリカ合衆国本土全体でウイルスが見つかっており、2005年、米国だけで発症者3000人、死者119人が報告されている。アメリカ疾病予防管理センターは当初、セントルイス農園だと誤った情報を発表したが、ブロンクス動物園の病理主任より、真の原因は、 新しい病原菌によるものだから調べてほしいという要請を断ってしまう。しかし、動物園側が国立獣医学研究所と陸軍感染症研究所に検査を依頼してウエスト内流ウイルスが発見された。そのためアメリカ疾病予防センターは避難の的になった。アメリカでは増応期提供者から移植を受けた患者の事例や輸血による 感染例の多発が2002年から2003年にかけて問題になったことがある。日本では2005年9月にアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスから帰国した30歳代の男性会社員が川崎市立川崎病院で診察を受け国立感染症研究所での血液検査をした結果日本初のウエストナイル熱患者と診断された。ニナイルウイルスは その名の通り西ナイル地方で見つかった。19世紀末、イギリス領スーダン南部の白ナイル川西岸地域を西ナイル地方と呼んでいたが、この地方は一時期ベルギー領コンゴに属し、1912年にはイギリス領ウガンダに編入されて西ナイル州とされた。西ナイルウイルスは、1937年、大熱の研究者がウガンダの西ナイル州の女性の熱病患者から、 単理したウイルスである。従来、日本農園、ウイルスグループにおいては、世界地図上での見事な地理的住み分けがなされていた。競技の日本農園ウイルスが、インド伊東の東アジア、東南アジア、マレーバレーウイルスが一部の東南アジア、軍人ウイルスが、オーストラリア、セントルイス農園ウイルスが、アメリカ大陸、そして西ナイルウイルスが、発見地アフリカのほかオセアニア、 中東、中央アジア、西アジア、ヨーロッパの各地である。このような地理的住み分けに対し、異変が生じたのは、1999年8月23日のことであった。アメリカ合衆国ニューヨーク市クイーンズ区内の病院の内医が2例の農園患者症例を報告し、その後、市保健局の調べによって、他に6例の農園患者をクイーンズ区内で確認した。 人における農園の流行に相前後してニューヨークでは大量のカラスが死亡していた。9月7日から9日にかけてはブロンクス動物園で2羽のフラミンゴとウト、アジアキジそれぞれ1羽の死亡が確認された。当初、人や鳥類の死亡はセントルイス農園ウイルスによるものと診断された。しかし、その後、アメリカ疾病予防管理センターの調べで人、鳥、 頼より分離されたウイルスは、西ナイルウイルスであることが判明した。従来、西ナイルウイルスは、アメリカ大陸には全く存在しないと思われていたので、この事実は、米国全土に衝撃を与えた。以後、2010年現在まで、アメリカ全土で、西ナイルウイルスが見つかっている。このウイルスを病原体とするウエストナイル熱、ウエストナイル農園の最多患者数を記録した2003年には、 合衆国だけで患者9862人、死亡264人が報告されており、この年はさらに隣接するカナダ、メキシコ両国への広がりも確認された。媒介するかは、飛び色イエカなど赤イエカの仲間を中心に13種、中間宿主である鳥類ではカラス、ブルージェイ、スズメ、タカ、ハトなど220種以上に及ぶ種から、ニシナイルウイルスが分離された。 動物媒介性の感染症の新たな出現や電波は飛行機や船による人類や分物の大量移動を基礎として、例えば近代化、工業化や地球温暖化などによって媒介動物であるかの生息条件が変化して分布域が変動、拡散し、またその宿主の生息域が変動するなどの事象によっており、感染症の生態学と呼ぶべき一つの 研究領域が成り立つような条件を生じさせているが、他方では、アレクサンドロスの死因のように、過去に遡って、史実の解釈さえ、再検討の訴状に乗せる可能性を有している。従来、期限全323年6月10日に、メソポタミアのバビロンで死去したマケドニア王国のアレクサンドロス三世は、その高熱という症状やインドからの帰還での死という、地理的要素から、 古来、死因はマラリアであると考えられてきた。しかし、2003年、アレクサンドロスの死は、西ナイルウイルスによるウエストナイル農園ではなかったかという学説が登場した。その根拠は、古代のバビロンが、現代の西ナイルウイルスの流行する分布域に属していることのほか、1世紀から2世紀にかけて活躍したギリシア人著述家、プルタルコスの 大比列伝の中の以下のような記述である。アレクサンドロスがバビュローオンに入ろうとしている時に、城壁のところまで行くと、多くのカラスが喧嘩をして、互いにつつき合い、そのうち行く和が、大王の足元に落ちた。公的な記録によれば、アレクサンドロス大王は高熱を発して、ずっと熱が下がらず、その間激しく喉が渇いて、葡萄酒を飲み、上ごとが始まって、 発熱後10日目に亡くなったと言われる。これらの症状はウエストナイル熱やウエストナイル脳炎であったと主張する人がいる。ありがとうございます。